10月13日アイブは3つのタイトルトラック「イーザーウェイ」「オフ・ザ・レコード」「バッティ」を収録した最新アルバム「アイブ・マイン」をリリースしました。アルバムのリリースに合わせてバッティの MV も公開され、その可愛らしいビジュアルとビデオの美しさで全体的に好評を博しています。彼女たちはミュージックバンクのステージで新曲を披露し、アイブの王道でエレガントなテーマではなくガールクラッシュ風の雰囲気を見せました。これは間違いなく彼女たちがこれまで積み重ねてきたキャリアの中でコンセプトに加えた最も劇的な変化であり、 K-POP アーティストがどれほど成功していてもこのような変化を起こすことは常にある程度リスクを伴います。実際グループが最初に成功したコンセプトから逸脱すると人気が失われることもあります。アイブが必ずそうなるとは限りませんが、特にバッティでのカムバックは様々な意見があり、その全てが肯定的なものではありません。ほとんどの人がメンバーのゴージャスなビジュアルと歌唱力を称賛していますが、最近のタイトル曲のようなよりパワフルで強烈なコンセプトに全てのグループが似合うとは限りません。特に今回の曲はラップが多く入っていますが、アイブの心安らぐ美しい歌声を好む人も多いようです。ネチズンは彼女らがガールクラッシュの雰囲気を出すのは少し難しいようです。ユジンだけが似合っている、彼女たちが違うコンセプトに向かっているのを見てショックを受けたなど、メンバーが才能あるパフォーマーであることは間違いありませんが、新曲では彼女たちの長所を生かすことができていないと考えているようです。特に海外ファンからの否定的な意見が多く、アイブがカムバックしてからとある掲示板ではバッティに対するかなり厳しい批判と、それがいかにこのグループにとって間違った選択だったかという意見で埋め尽くされています。一方で今回のコンセプトチェンジはグループにとって良いタイミングだったと考える人もおり、反応は様々です。